はゴールドスネックス。私たちゴールドスネックスだけど、あんたダンス踊るつもりあるわ。みんなで一つの作品を作りたいから、ちゃんと家で予習とかしてきてほしいわけ。受験だって大事だよね。うん、ちょっとあんまこういう言い方したくなかったんだけどさ、下手すぎ。下手だから下手っつってんの。下手ってそっちだって真面目に教えてんのかよ。教えてるよ。教えてんのにできてないんじゃん。ちゃんとやってきて、マジで。マジ迷惑。何すんだよ。喧嘩のシーンに関しては2パターンの台本を渡していて、宮沢さんと、前田さん以外の方には、あの喧嘩の後、あのひっぱたくっていうところ全部切ったやつを渡してるんですよ。前田さんと宮沢さんには、あの当然ひっぱたくってところを書いてた台本プラス、そこに監督の注意書きで、これ誰にも言わないでね、ここいきなりやるからねっていうことを渡した台本を渡して、なんでその多分その引っ叩いてる時の後ろのリアクションとかは、どうなるかっていうのは誰も多分2人が知らなかったっていう取り方をしてみました。びっくりした。本当にどうしようと思って、本当に怖かった。どうしようと思った。あっちゃんもさえも怒ったとこ見たことなかったから、リアルに止めに入りました。あれはちょっとびっくりしましたね。あ、ここまで感情を入れるとなんかすげえなって思った。やっぱりなんか本気な人と一緒にやると自分も本気になれる。いや、これこそこっちの編成セリフ全部。僕は全部